まに我々日本国民は騙されてはならないのであります。そうだそうだ、ね、アメリカは日本を守ってくれないよ、ね、今のウクライナを見てわかるでしょう、ね、多くの犠牲者が出てるんですよ。ましてやな、お年寄りや幼い子供にまで。いや、それってな、ロシアが戦争法を無視してウクライナに軍事侵攻を行ってるから、このようなことが起こってんだろう。ほら、そういえばな、ちゃんと戦争法という法律があるんだよな。それを無視している国に対してなぜ政治家が物申さないんだ。え、プーチンはな、ウクライナを制圧したら次近隣諸国を攻めると言った。日本もロシアの隣の国なんだよな。日本に攻め入ったときどうやって日本国民を守るんだ、お前ら社民党は。今の自衛隊じゃ守れないぞ、憲法違反になっちゃうから。それにな、散々日頃自衛隊反対と言いながら、いざとなったら自衛隊守ってもらう、それはお前いくらなんでも虫が過ぎるだろな。あ、普段から自衛隊は人殺しの訓練してるとかな、防災訓練だって軍隊とはやらないとかな、そんなこと言って自衛隊の名誉と誇りを傷つけてるのがお前たちだよ。なくせに何かあったら自衛隊に守ってもらうなんてとんでもないよお前ら。そうだそうだ、すごいよね、普段助けられてんのに自衛隊は憲法違反、ね、よくそんなことが言えたよ。地震や災害などね、災害があった時に、ね、我々国民を守ってくれているのは自衛隊だろう。その自衛隊を憲法違反だと言っている社民党福島みどほ、お前がいる方がないよっぽど日本国内ではな脅威なんだよ。ほら、わかるか。ほら、中国共産党の顔色ばかり伺って好き勝手やって、日本国内では国家転覆を目論んで、え、年寄りばかりを騙す社民党に皆さん騙されちゃいけませんよ。ほら、憲法9条が平和だというのならば北朝鮮のミサイル止めてください。拉致被害者の救出に立ち上がってください。まずは行動だよ、行動。何の行動も起こさないでこんなところでな、平和が第一、平和が